元禄8年、2月8日、武蔵の国、江戸の五条下での、出来事でござる。この日の昼、八つ時、午後2時ごろ、四ツ谷御門前の、伝馬町か、塩町のあたりより、出火いたしたる炎は、北からの烈風に乗じて燃え広がり、思わぬ大火となったのでございます。強風で巻き上がった炎は、土ぼこりとともに、次々と庶民の家や、大名屋敷を襲い、松平左京の大部、紀州大納言様、甲府中納言様、千代姫様、竹越筑後の神、諏訪浅門、青山信濃の神、青山下野の神、青山丹後の神、青山播磨の神をはじめ、周囲の屋敷を飲み込み申した。それでも、北からの強風は吹き止まず、松平秋の神、浅野匠の神、浅野式部、鍋島丹後の神の屋敷を焼いて、ますます勢いをつけたる炎は、毛利御宗家の下屋敷へまで、迫ったのでござる。毛利御宗家では、大名火消しの働きもあって、全焼は免れたものの、かなりの被害を被ったのでござる。毛利御宗家の下屋敷を焼いた炎は、さらに南下して、六本木村方面へ、延焼していき、甲府中納言様の下屋敷から、大久保加賀の神、上杉壇上、そして、調布、毛利会の神様のお屋敷まで達し申した。そして、北寄りの強風は止むことなく、大火の炎は、ついに、徳山毛利家の神屋敷にまで、達したのでございます。徳山毛利家の神屋敷は全焼し、近隣の松平陸奥の神、星名肥後の神、松平沖の神などの屋敷、三田の寺町などの、周辺の町屋までも焼けたのでござる。この後も、炎の勢いは、衰えず南下し、細川、越中の神の下屋敷から、泉岳寺の門前に迫ったところで、ようやく鎮火したのでござる。元禄8年、5月22日、江戸の大火で焼失した、神屋敷の再建を、家老の福間外記に託した、徳山毛利家当主、飛騨の神様が、お国入りなされ申した。その、江戸、四ツ谷御門前の、大火にもかかわらず、ご無事のお国入り、安堵いたしました。紀州大納言様別邸から、毛利御宗家ほか、諸侯の屋敷まで、6万7千余家が焼ける大火であった。当家の江戸屋敷も、焼けてしもうたが、人命に別状はなかった。それより、お国目付の一件は、大儀であった。夜が留守の間、領内において、別状はないな。さようでございますな。特段に取り立てて、申し上げるべきこともございませぬが。とどみ村の下草山をめぐる、群村百姓との、葬儀くらいでございましょうか。下草山じゃと。とどみ村の百姓が、まだ、仮式のことで騒いじょるのか。とのみ村においても、仮式が不足しちょるよし、ゆずりは村の下草山同様に、山立銀を、おとりになられるがよろしいかと。いや、今は御宗家様も、代替わりなされたばかりでもあり、財政も厳しいと聞く。とのみ村の百姓には、酷かもしれぬがな、人数を限って、入山を許してやるがよい。それで、とのみ村の百姓が、納得しましょうか、とのは、
ミジタモーリ様に思うところが終わりなのでございますか。ああ、我が父の代よりご宗家様とは必ずしも関係が良いとは言えんじゃった。ご先代のご意向で余が徳山の毛利家を継いだからには今後はこれを改めたいと思うておるのじゃ。ご当代のご宗家様は右田の毛利家から宗家を継がれたのじゃ。この旅の一件では当家がご遠慮妄想。しかしそれでは殿見村の百姓が納得いたしますまい。そこをうまくいたすのがその方の行政手腕の見せどころじゃ。殿見の百姓どもを守備よく説得いたせ。いや、しかしいくらなんでもそれでは。まあとにかく百姓を怒らせずうまいこと取り計らってくれ。まったく無理を申される。ともえもんはおるか。誰ぞ、小玉ともえもんをこれへ呼んでまいれ。ご家老のお召しによりまかり越し申した。御用の向きを受けたまわり申す。ともえもん、その方は殿見村の下草山騒動の件を存じておるか。萩本藩宗村の百姓が殿見の下草山に入って仮式を採取しておる件でございますが、いよいよ宗村の百姓を取り締まるのでござるか。いや、その方には殿見村の百姓をなだめてきてもらいたいのじゃ。宗村の百姓を取り締まるのでござれば、何故殿見の百姓をなだめるので。宗村百姓の取り締まりはいたさぬことと相なった。今後は人数を限って殿見への入山を許す。それでは山立銀をおとりになるのでございますか。で、あればなだめるなどご不要では。察しが悪いな、お主は。山立銀を取ることなく、人数を限って、殿見への入山を許す。そういうことじゃ。それじゃあ、殿見村の百姓が、黙っちゃ、おりませんぞ。じゃから、なだめてこいと申しておるのじゃ。お主、わかっちょって言うてないか。不平、めそうもござらん。これは、殿のご加盟じゃ。決して百姓を怒らせるでないぞ。わかったら、さっさと行け。はは、直ちに参ります。よいな、決して百姓を怒らせるでないぞ。突然の起こし、何事でございましょうか。いや、何、大したことではないがの。その、なんじゃ、下草山の件での、その方ら百姓衆に、頼みがあるのじゃ。これは、恐れ多いことを受けたまわります。私ども百姓に、何を頼むと、仰せでございましょうか。なあに、大したことではない。人数を限って宗の百姓を殿見の下草山へ入れてやってほしいのじゃ。これはご無体なことを仰せでございます。宗と同様に殿見においても仮式は不足しちょります。連覇に仮式が必要なことは小玉様もご存知のはず。お考え直しいただくわけには参りませぬか。わしもそう思うのじゃがの、これはお殿様じきじきのご加盟なのじゃ。お殿様は何故
そのようなご加盟をなされるのでございましょうか。群村の百姓衆は徳山毛利様の領民ではございませぬが、お殿様は殿臣の領民よりも群れの百姓衆の方が可愛いのでございましょうか。こんな子供じゃあるまいし、可愛いも可愛くないもありやわせんじゃろ。何を言うちょるか。とにかく群れから入る百姓の人数を制限して、殿臣で必要な仮式を確保できるように配慮するで、こらえてくれ。これ以上騒ぎが大きくならぬよう、くれぐれもお願いいたしますよ。はい、わかった。泥船に、いや大船じゃ、それじゃ乗っちょれ。右田毛利家は、毛利元就の七男、毛利元政、天野元政を祖とする。関ヶ原の戦いの後、周防、三尾に1万石を配領したが、元政の嫡男、元友が、同じ一門家老の、宍戸家の丘陵地と入れ替わって、寛永2年、1625年に、周防、右田に1万7000石を地領したのが始まりでござる。右田毛利家は、一門家老の筆頭、宍戸家に次ぐ価格で、その地業は、三田尻裁判のうちから、上、下の右田村、真尾村、大崎村、佐野村、群村などがあり、他に、小郡裁判のうち、安治浦、峰裁判のうちから、綾木村を配領している。また、一門家老、ご筆頭の宍戸家が、1万1000石を配領するのに対して、この時の右田毛利家の地業は1万6000石にも及び、ご筆頭の宍戸家を5000石近く上回ってござった。右田毛利家四代当主の成信殿は、ご嫡子貞道殿を失ったため、毛利御宗家綱広公のご次男成勝様を養子に迎えられ申した。しかし、三代御宗家の吉成公が、江戸にて急死なされたので、成勝公は毛利御宗家に服籍され、右田のお屋敷を出て、江戸に向かわれ、毛利御宗家を相続されたのでござる。そうした経緯もあって、徳山としても、右田の毛利家には、遠慮があったのでござる。元禄八年、10月、吉川家の丘陵地、周防の国、岩国領において、闘争が派生いたし申した。闘争は、天然痘ウイルスを病原体とする、感染症の一つで、疱瘡ともいい、空気や飛沫、皮膚病変との接触や、ウイルス汚染された衣類や、寝具などからも感染する、非常に伝染力が高く、なおかつ、2割から5割が死に至るという、病なのでござる。岩国領内において、派生した闘争は、元禄9年正月に至って、いよいよ蔓延したのでござる。そんな状況の中、徳山藩は、岩国を通過して、陸路を江戸へ参勤したのでござる。元禄9年4月2日、江戸御三府の当日、飛騨の神様が、三田に再建された、徳山毛利家の新御殿へ入られ、御頭四式が行われ申した。ご無事の御三府、終着に存じます。新たなお屋敷にて、お迎えできたることを。安堵いたしました。竹と大工の取り合いとなったにもかかわらず、よくぞ間に合わせた。不審奉行の庄原庄右衛門ともども、
褒めて使わす、大義であった。お褒めのお言葉、ありがたき幸せに存じます。あっぱれじゃ、あっぱれ、あっぱれ。この江戸屋敷の再建で思わぬ出費となったが、徳山屋敷の新築準備は順調かな。徳山では大工の数も資材も不足しておりませぬゆえ、ご懸念には及びません。うむ、それならばよい。新たな屋敷では儒学者や文人を招き、昭和論談の場といたす。文庫も充実を図るゆえ、その方裏も調達すべき良き著書があれば遠慮なく申し入れよ。殿、今は財政難でもございますれば、書物の移送買いはお待ちくだされ。なんじゃ、またその話か。分かっておる。その儀は日の目じゃ。現場よ、その方は分かっちゃおらんのじゃ。書物は国政に有益なものなのじゃ。変哲論でも読んでみよう。書物が国政にとっていかに有益であるかがよくわかるぞ。仰せの儀は十分に心得ておりますが、昨今の事情に鑑み、こたびだけはご辛抱くださいませ。ああ、わかったわかった。もうよい。それ以上言うな。そしてこの年の4月25日、江戸で飛騨の神様にお見送りなされて、萩藩四代藩主となられた吉弘公が6月4日、藩主として初めてお国入りなされたのでござる。米の収穫を待って両国内を巡察いたす。万事抜かりなく支度をいたすのじゃ。よい。それと岩国の闘争はどんな状況じゃ。収束する気配は見えておるのか。はっ、ただいまのところ医者を派遣して調査させておりますゆえ、今しばらくお待ちください。ふむ、早いこと収束すればよいが。江戸下屋敷の火災で財政も厳しいと申しておったな。江戸でも聞いたが、追加の再建策はいかがいたす。具体案はまとまっておるのじゃろうな。はい、徳地見取り士の手法を改め、品質を改善なさしめて収益を上げまする。それからすべての藩士に自由六国係の地層米を命じます。また寺社と百姓へは国別御所の地層米を課すことといたします。おいおい、世に代替わりしたばかりで増税に次ぐ増税とは聞こえが良くないぞ。増税以外に藩財政を再建する手立てはないのか。ございませぬ。おい、取り尽くし間もないな。藩があっての我ら臣下でございます。藩財政の危機を知って地層米に異を唱える者などおりませぬ。また当家が治める両国内の寺社や百姓はお殿様の御為ならば増税であっても進んで応じてくれましょう。寺社や百姓からは去年も地層米を取っており、今年は無用にいたせ。しかし殿、江戸下屋敷の再建でどうでも増税いたさねば立ち行きなりませぬ。寺社や百姓からの地層米はダメじゃ。屋敷の建築資金が足らぬというなら、見栄を張らず柱や畳
屋根瓦から調度品に至るまで、質素な作りといたせ。そうは参りませぬ。当家は、毛利36万石。価格に応じた屋敷を構えねば、歴代ご当主に、顔向けがなりませぬぞ。これは困ったのう。当職殿は、当家の対面のために、領民を泣かせと仰せじゃ。いや、そうは、申しておりません。こたびは、借用金を用いて、なんとかいたせ、余が当主となって、領民に増税したでは、気が悪いでな。萩藩の財政難は、慶長10年、1603年の立藩と同時に、始まっており申した。中国地方の6カ国に、120万石を領していた毛利家は、関ヶ原戦役後に、周防、長門、29万石に減封された上、旧領国から徴収していた、先取り構想、新たに領主となった、福島正成らの大名から、返済するよう、迫られてござった。関ヶ原戦役の恩賞として、黒田長政が、筑前52万石に、細川忠興は、豊前39万石へ、加増添封され申した。この際、細川が新領主として入る、豊前の年貢を、前の領主だった、黒田が持ち去り、返済を拒否したため、細川と黒田の間で争議となり、幕府が仲裁したものの、両家は不仲となった例がござる。天寿院殿様のご立派なところは、先取り構想の返済と財政再建のために、領内の検地、増国を行われたのでござる。慶長15年、1610年の三井、倉田検地は、過酷を極めたようで、特に奥山城裁判では、天正17年の検地で、5300石だった石高が、1万9000石に改められ、税率も、七つ三部という、重税を課せられたのでござる。これに収訴して、百姓一揆が起こり申したが、首謀者は処刑され、奥山城裁判内の位理地は、銀子、米、大豆、紙などに、付加税を課して増税を続け申したのでござる。領民に重税を押し付けて、福島正成に良い顔をしたと言っても、よろしゅうございましょうが、天寿公のお心の内は、いかがなものでございましょうや。しかし、その過酷な検地の結果、慶長18年、1613年に、幕府へ報告した数字は、53万石となったのでござる。これに対して幕府は、石高の7割にあたる、36万石を、表高として公認したのでござる。しかし、この後も、萩藩はたびたび検地を行い、慶長の検地で、七つ三部なり、官営検地で、五つなり、上京検地以降は、四つなりへと、年貢率は軽減され申した。しかし、年貢率が軽減されたということは、百姓にとってはラッキーでござるが、藩士である、武士の暮らしは、苦しくなるということでござる。そうした、大幅な収入減に、追い打ちをかけるように、さらなる地層米が課せられるので、家臣の家計は大変でござった。